今回は意外な資格や受賞経験を持つ声優さんを一緒に見ていきたいと思います。ちなみにですが、看護師教員資格をお持ちの声優さんにつきましては別の動画でまとめておりますので、今回はそれ以外の資格をお持ちの声優さんを一緒に見ていきましょう。というわけで一人目はこの方、大原めぐみさん。といえばドラえもんではのび太くんを演じていらっしゃるということで、そのお声を耳にしたことのある方多いんじゃないでしょうか。そんな大原めぐみさん、もともとは美容師をされていました。そして結婚出産を機に専業主婦へ。子育てが一段落したところで、かねてよりの憧れだった声優の道へ改めて進みたいと、27歳で養成所に入所することを決断。旦那さんが協力的で、声優の勉強をしたいと言い出した大原さんに対し、君がやりたいのならやってみればと応援してくれ、子供の世話を含めあらゆる面でサポートしてくれたことも声優活動を始めるにあたっては大きかったと言います。それからほどなく応募総数590人、倍率約120倍にも及ぶドラえもんのオーディションを勝ち抜き、のびのび役に大抜擢。事務所の所属になって1年ちょっとでの出来事だったとのことで、選ばれたと知らされた際にはドッキリじゃないのと頭が真っ白になったんだそう。このドラえもんが大原めぐみさんにとっての初のテレビアニメデビュー作品となりました。そして大原さん自身の経験を振り返り、インタビューでは改めてこう語られています。全ての経験が役者の引き出しになるので、いいことも悪いこともたくさん経験しておくこと、本当は自分さえ諦めなければ何歳からでもスタートできるんです。やる気さえあれば大丈夫。ぜひ夢に向かって行動を始めてください。続いていきましょう。続いてはこの方、大阪亮太さん。といえば昨今ではやはり人気アニメ鬼滅の刃遊郭編にて牛太郎を演じられたことでおなじみなんじゃないでしょうか。この他にもダイヤのエースの沢村栄順や働く魔王様の魔王貞夫でもおなじみ。そんな大阪さん、危険物取扱者オツ種第4類の資格をお持ちです。高校の入学式の日、ふと声優になりたいという気持ちが降りてきたという大阪亮太さん。地元の工業高校を卒業後、同じく声優を目指す友人と共に上京。専門学校を経て2010年に声優デビュー。2019年にはドクターストーンの琥珀やアイマスのガナハ響き役で知られる声優沼倉真奈美さんとご結婚されたことでも大変話題になりましたよね。続いてこの方、一ノ瀬かなさんも同じく危険物取扱者。ただし一ノ瀬さんは兵種とのこと。一ノ瀬かなさんといえばドクターストーンの譲り派、ダーリン・ザ・フランキスのイチゴといったキャラクターでおなじみ。2021年には第15回声優アワードにて新人女優賞を受賞したことでも話題になりました。続いてこの方、アイドルグループアイリスのメンバーとしても知られる久保田美優さんも工業高校出身の声優さんで、フォークリフト、そしてアーク溶接の免許を所持されていらっしゃいます。久保田美優さんといえばプリパラの北条ソフィア、ラブライブシリーズにおける浅香かりんといったキャラクターでおなじみ。その資格を生かし、ソロイベントではフォークリフトに乗って登場。また中央労働災害防止協会が実施している安全衛生教育応援キャンペーンのポスタータレントにも起用されていらっしゃいます。この他、肉好きであることからお肉検定2級も所持。バーベキューイベントを開催したり、全国各地の肉を紹介したりと、まさにマルチに活躍。そしてアーク溶接といえば、そう、この方中村雄一さんもアーク溶接の資格をお持ちです。中村雄一さんといえば呪術廻戦の五条悟や配給の黒尾哲郎、ジョジョの奇妙な冒険、黄金の風のブローのブチャラティといったキャラクターでおなじみ。そしてアーク溶接とは何か、ざっくり言ってしまえば放電現象を利用して金属をつなぎ合わせる溶接技術のこと。中村さん、そんな資格を20歳くらいの頃、ご本人曰くなんとなく取得されています。資格を取った理由はご本人にもわからないとのこと。続いてこの方、沖津和幸さんは防火管理者講師の資格をお持ちです。沖津和幸さんといえばアイナナの大神バンリア、ジョジョのジョナサン・ジョースターを演じられていることでもおなじみ。また防火管理者講師以外にも妖怪怪獣好きという趣味ゆえに、境港妖怪検定初級をお持ちとのこと。続きましてこの方、須崎彩さん。キルラキルのマコやデレステの新田みなみといったキャラクターでおなじみ。そんな須崎さん、幼稚園、小学校、特別支援学校の教諭免許を取得されているわけですが、そのことにつきましては看護師教員資格を持つ声優さんをまとめた動画で取り上げておりますので、割愛させていただくといたしまして、その他の資格として華道の師範資格、そしてバディオープンウォーターダイバーといったスキューバダイビングの資格を所持。その多彩な趣味でも知られています。
続きましてこの方、下野紘さんといえばやはり鬼滅の刃の善逸、この他進撃の巨人のコニーや僕のヒーローアカデミアではダビを演じられていることでもおなじみ。そんな下野さん、資格というわけではありませんが、2012年よりなんと8年連続でベスト唐揚げニストを受賞されている、とんでもなくすごい経歴の持ち主。日本唐揚げ協会主催の唐揚げグランプリにて、その唐揚げ好きが高じてベスト唐揚げニストを幾度となく受賞、声優界でも例を見ない伝説的記録を打ち立てられたことにより、出演番組においても唐揚げの魅力を熱く語ってくださいというオファーが数知れず、まさに唐揚げへのその思いも伝説級、唐揚げの伝道師と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。そして声優界でも例を見ない賞を受賞された方といえば、この方林原めぐみさんもそう。エヴァの綾波レイや名探偵コナンの灰原愛、ポケモンの武蔵といったおなじみのキャラクターに声を当てられている言わずと知れたベテラン声優さんですが、そんな林原さん、2021年にベストジーニストを受賞されています。受賞式には裾をつなぎ合わせた自前のデニムで登壇、賞状と盾を手渡された林原さんは、どんなにデニムが好きだったとしても決して私に舞い降りることのない賞だと思っておりましたので、とても高揚しているし、本当に本当に本当に嬉しいですと、その喜びをあらわにされていました。続きましてこの方、山口勝平さんも意外な受賞経験をお持ちです。山口勝平さんといえば、名探偵コナンの工藤新一や怪盗キッド、ワンピースのウソップといった数々のキャラクターでおなじみの人気声優さんですが、そんな山口さん、2012年度のベストフンドシストを受賞。ベストフンドシストとは、その名の通り日本フンドシ協会が主催するフンドシの普及に貢献したプロフェッショナルな人物を表彰する賞として、2011年度より創設されたもので、山口勝平さんは第2回目となるフンドシストアワードを受賞。フンドシは開放感があって本当に快適ですよと、その喜び、そしてフンドシの履き心地についてコメントされ、不況に勤められていました。ちなみにこのベストフンドシスト、声優の西飛鳥さんも2015年度に受賞されています。西飛鳥さんといえば、金色モザイクの大宮忍役などでおなじみ。フンドシを着用するようになった経緯については、呪術廻戦の全員巻役で知られる友人の声優小松美香子さんから誕生日にフンドシを贈られたのがその始まり、受賞式の挨拶では、イベントやライブといった大事な時にフンドシを身につけていますと語られ、また普通のパンツとは違って締め付け感がなくて、まるで何も履いていないような開放的な気持ちになれるし、健康にもいいから女性こそ履いてほしいなと思いますと、フンドシの魅力を熱く語っていらっしゃいました。続いてはこの方、小沢ありさんは調理師免許をお持ちです。小沢ありさんといえば、月刊少女野崎くんのヒロイン桜千代や学校暮らしのくるみでおなじみの声優さん。事務所に所属する以前に正社員の経験を積もうと調理師免許の資格を取得されたといいます。栄養士とよく間違えられることが多いそうですが、調理師学校卒業後すぐ声優になったということもあり、小沢ありさん曰く、料理は主婦の皆さんより下手っぴだとのこと。続いてこの方、浅野真澄さんといえば、一期当選の孫作白布役をはじめ、それが声優の原作者としても知られる声優さん。そんな浅野真澄さんはファイナンシャルプランナー2級をお持ちということで、お金に対してシビアな声優さんといったイメージもまた根強いんじゃないでしょうか。ハエテのごとくやとにかく可愛いの作者として知られる漫画家の畑健二郎先生と2018年結婚されたことを発表され、大きな話題となりましたが、浅野さん自身、結婚を決めたきっかけの一つとして、まずお金に対する価値観が似てたこと、一生のライフプランとして稼いだお金をどのようにして守っていくのか、どんな風に増やしてっていう話を友達関係の時にがっつり聞いていて、お金に対する価値観がしっかりしていたことがさらに好印象となったと、そう語られています。ちなみにですが、浅野真澄さん、畑健二郎先生カップルにとどまらず、声優さんと有名人との結婚はたびたびニュースになるほど多いということで、そんなビッグカップルについてまとめた動画も出しております。こちらもぜひぜひチェックしてみてください。さて続いてこの方、角間愛さん。無職転生ではエリス、鬼滅の刃ではマコも演じられている角間さんは、カッパ捕獲許可証を取得されていらっしゃいます。カッパ捕獲許可証は岩手県遠野市観光協会が発行している許可証で、許可されるとは言っても、金具を使った道具を使ってのカッパの捕獲は禁止、餌は新鮮な野菜を使い、必ず傷をつけずに捕まえることが求められるといった、かなりシビアな条件でのカッパの捕獲が要求されます。カッパとのシリコ玉を抜くか抜かれるかの命を懸けたバトルに
において、これはなかなかにハードルが高いとそう言わざるを得ないんじゃないでしょうか。そんなカッパ捕獲許可証は定価220円で販売されており、インターネットでも注文が可能なことから結構簡単に手に入ります。というわけで以上、今回はここまで。なお教師、看護師の資格をお持ちの声優さんについては別の動画をご覧ください。また一度社会人として就職されてから声優となられた声優さんをまとめた動画も出しておりますので、こちらもぜひどうぞ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。